く家庭科室の鍵って言ったのに、どうして科学室の鍵を借りてくるのよあんたは。ごめんね愛理ちゃん、これじゃあお菓子作りができないよね。でもガスバーナーとかもあるし、なんとか科学室で作れないかな。お菓子じゃなくてマットな薬でも作るつもり？もう。あれ、ひなまりさんたちどうしたの？あ、朝日奈さん。実は家庭科室の鍵を借りるはずが、科学室の鍵を借りちゃって。おお、家庭科室の鍵なら私が持ってるから一緒に行こうか。宝探しの隠し場所にしようと思ってたんだ。本当？ありがとう朝日奈さん、とっても助かるわ。